平野紫耀主演の連続ドラマ、黒ロサが正式に発表されました。ファンは喜び勇んでいますが、やっぱり山 P じゃないのと少し落胆も見られます。キング・アンドの平野市洋が10月期の連続ドラマ、黒ロサ TBSK で主演を務めることが明らかになりました。このドラマは、夏原武氏の原案に基づき、黒丸氏の人気漫画、 黒詐欺シリーズ小学館を実写化したもので2006年4月期にも TBS でドラマ化されたことがあります。当時は山下智久がジャニーズ事務所に所属しており、詐欺師の主人公黒崎高郎を演じて大成功を収めました。そのドラマは視聴率15.7%、ビデオリサーチ調べ。 関東地区を記録し、08年には映画版も公開されるほどの評価を得ました。山下は20年10月にジャニーズを退場し、その後はソロでの音楽活動や俳優業を続けています。今年4月期の主演連続ドラマ、正直不動産、NHK はネット上で高い評価を得ており、今季一面白い。山 P の新たなハマり役になったね、と話題となりました。 異例の活躍を見せる元ジャニーズの山下に対し、16年ぶりに連続ドラマ化される、黒詐ギの主演には現役ジャニーズの平野が選ばれました。平野は20年にセクシーゾーンへの中島健人とダブル主演した、末光警察ミッドナイトランナー、日本テレビ系以来、連続ドラマから離れていたため、ファンは今週の、黒詐ギでの主演発表に大喜びしています。 ネット上では、くんのドラマ待ってたよから、おめでとう。といった喜びの声が広がっています。また、黒詐欺が好きだったから、新しくくんが主演に選ばれたのは嬉しい。今、黒詐欺をやるなら平野仕様だなって制作側に判断されたわけでしょ信頼がすごい。というコメントも見受けられます。 一方で、山 P の黒詐ギが大好きだったんだような、また山 P じゃダメだったのといった落胆の声もネット上に散見されます。中には、せめて山 P をゲスト出演させてほしい。といった声もあります。ちなみに、山下は05年放送の連続ドラマ、ドラゴン桜、TBSK。 で、レギュラーキャストを務め、昨年4月期には同ドラマの続編に声のみながらゲスト出演しました。もし平野版、黒詐欺に山下が何らかの形で登場すれば、盛り上がりは間違いありません。平野は、先輩である山下から主役を引き継ぐ形で、世帯平均視聴率15%超のヒットドラマに挑戦することになります。 プレッシャーもあるでしょうが、新たなクロサギをヒットさせてほしいと願います。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。